これで仕留めるぜ。いっか、ギリギリっか。シアルブラザーズ。えん、サタンの部屋。よう、今日の夜会は医者の手にデネブ重心化使っていくってやつだぜ。右側にデネブのステータス書いてからよく見といてくれよな。で、サムネにあったブーストってやつはよ、まず一旦ブーストせずに行ったやつの後に動画の後半に用意してからよ、一回こっち見てくれ。そんでデネブのステータスは反射、バランス、アジン、ラックスキル、クリティカル、アビリティ、アンチダメージオール、マオキラ、ゲージショットでアンチブロック、SS 貫通変化4プラス12ターン、友情、次反射レーザー L4、 サブ、超強爆発、ステータスはバランスタイプ通過、申し分のねステータスだ。そんでよ、まあ、こいつの魅力っつうのが貴族性版ランスロットって言われてる。こいつの SS がターン4で打てるってところが、まあ、貫通タイプになりすましって書いてるけどよ、まあ、進化前、重心化する前も同じようなテキストだったんだ。貫通タイプになりすまし。なんだ別にランスロットとあんま変わらねえからよ、そこは気にしないでくれ。で、あと、次反射レーザー L4 っつうのが結構面白いよな。ダメージが出るんだ、結構。そんでよ、一応ビシャモンテンで使っていくけどよ、今回のこいつ、デネブの重心化の魅力っつうのが、アルマゲドンで使えるってところだ。アルマゲドンのシリーズはよ、まあ、みんな魔王なんだ。こいつは魔王キラー持ってる。すげえ面白いのがよ、こいつ素揚げで魔王キラー持ってるんだ。ということは、このすげえ強い次反射レーザー L4 に魔王キラーが乗るってわけだ。で、さらによ、アルマゲドンって結構、その壁とボスの間をカンカンする、カンカンしてダメージを出すってことが多いんだが、こいつの場合、貫通タイプになることによって安定してダメージを出せるってわけだ。さらに普通にターン4のやつを打つだけでもダメージ出せると思うんだよ。けどこいつの場合は16ターンで打てる、今2段階目のやつで、おそらくアルマゲドンを縦回予感で弱点を突きまくる。それだけですものすげえダメージが出る。さらにラックスキルでクリティカルがついてる。これは楽しみすぎるぜ。いや、さっきからおめえうるせえんだけど。で、今、このダンジョン行っていくけどよ。まあ、ビシャモンテンも魔王なんだ。まあ、残念なことによ。ビシャモンテンは、レーザーバリアを持ってることがあるからよ。まあ、持ってねえ場所もあるんだが。まあ、密着して当てるっつうもありだな。よっしゃ、3体のプチンを倒してと。で、この後は、デネブさんで、横から降りて2体同時に倒すぜ。よっしゃ、オッケーオッケー、はまった。まあここもレーザーバリアつけてるよな。ちょっと密着した状態で打ち込んでみっか。いや、ちょっとレーザーが効いたのか、あいつの弱点キラーが効いたのか、ちょっとわかんないな。まあ、いいんじゃねえのか。おっと、危ねえぜ。さあ、ここはパッパと抜けて、ボス戦に行きてえぜ、早く。まあ、この後、ゾンビルートがあるけど、そこは全然、楽勝だと思うぜ。というかよ、ビシャモンテンが、現れた当初は、ここのゾンビループかなり苦労した覚えがあるぜ。いや、まあ、ビシャモンテンが出てきた当時、俺やってねえんだからよ。そのちょっと後にやり始めて結構びっくりしたよ、ね、それが今これだぜ。やばくねえか。よし、 2P がよ、ちょうどいい場所にいるよな。ポスの横勘できる場所にいるぜ。ちょっと剣は惜しいや、ここで突破して次 SS をぶちかましていこうぜ。ちょっと下げる。弱点ここら辺にあるよな、よく。よっしゃ、やっていくぜ、ボス戦。さあ、
16ターンで間を切ら、おっとちょっと上に来やがったな。下げれそうなかったぜ。右目のタッチに当たらねえように。いいんじゃねえのか、めちゃくちゃやるじゃねえの。という言葉よ。もともとから弱点が横にあった場合はおそらくこのステージワンパンできたよな。強いんじゃねえのか、こいつさえ連れてけばよ、周りの鬱陶しいカッキンやプッチンを処理する必要はなくなるかもしれないな。強い。じゃあ次ギガマンで弱点きた。よっしゃこれでまずぶっ潰して、まああとよ、あんまり言ってなかったが正直デネブ艦隊でもいいよな。うまく入れたりして、こいつは貫通変化するからよ、状況に合わせてプッチンカッチンを処理できる。まあつうかよ、こいつのレーザーとか友情とかでも全然関係ねえよな。処理とか勝手に死ぬと思うぜ。階段上に上がっていくか。まあ結果的にうまくいったぜ。で次がこいつを本体でも処理してと。で、おもしれ、はまるか、リットンとボスの間に。ちょっとでもあったよ。おっと、抜けやがったが、まあ、いい感じにダメージが出たんじゃねえのか。これはレーザー、強すぎるじゃねえか。見たか、やばくねえか今のレーザー。ここもレーザーバレねえからよ、十分ダメージが出るよな。まそうなんだが、やりてえのはあの 4P で SS をぶちかますってやつだけだ。なるべくボスの体力は減らさないようにいきてえな。ボスに攻撃当てんなよ。まあこれぐらいは仕方ねえ。よっしゃ弱点横噛んでこれで仕留めるぜ。いっかギリギリっか。おい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 、めちゃくちゃ強いじゃねえか。おいボス1で結構がっかりした感じはあったんだが、まあ、強かったが結局ラストもワンパンできんじゃねえのか。見直したぜ。こりゃアルマゲドンでもめっちゃ強えんじゃねえのか。すげえワクワクするぜ。よしで、こっからよ、ブーストだ、連れて行ったぜ。でよ、俺は途中で気づいたんだ、俺のバカさ加減によ。俺は何の気もなくディルドッテを連れてきたんだが、こいつアンチダメージボールじゃなかったぜ。それはもう重々承知してんだが、なんか気分的にこいつを連れてきてしまったんだ。で一回バチーってなって気づくという、めちゃくちゃ恥ずかしいぜ。まビシャモンテンにアンチダメージオールが絶対いるっつ時代はもう終わったと思ってるぜ。まあ、一応俺結構前にハンターキング2体か3体で、2体かでいった動画出してんだが、まあ、全然見られてねえんだがよ。ここが終わればブースト当てて、よしこっからだぜ本番は。まあデネルが3体いたらよ、結構面白い結果出たんだが、まあ仕方ねえよな。正直 SS 使わなくてもよ、右の友情でもかなりダメージが出せる。やべえ一瞬で消しとんだぜ。マジか。まあ次は一旦お休みということで、まあこいつでも、つうかよ、こいつの SS があったらいけたんだから仕方ねえ。ビルロッテで行かせるな。
にはまるか、同じようによ。おっと、どっちにはまって、下にはまったのかよ。ちょっと待て、検証だぜ、これは。ゲージ飛ばして、なんか残り少なくなってねえだろうな。おっと、危ねえ。可愛らしいダメージ。おっと、ちょ、ダメージ出しまったけどよ。いや、まあ、最後 SS ぶちかますのはちょっと難しいな。4ターンでもどれだけ出るかっつうやつに変更だ。十分だな。ね、次は友情がどれだけ食らうかっつうやつにしてみるか。いや、ちょっと回復だ。爆発で死ぬ。結構忘れるよな、あの爆発。急に死ぬってことが。おっと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 。まあちょっと申し訳ねえ感じになったがよ。まあ、一応、最初のやつで、最後横感したら倒せるってことが分かったからよ。まあこれ以上ビシャモンテをいじめる必要はねえよな。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。